こんばんは、浅川真希です。今夜も二人の部屋、私が13年暮らした六本木の交差点近くにある古びた部屋からです。この部屋、前のビルから丸見えになっちまうんで、一日中黒いカーテンを閉め切ってもすると、ここは時間のない、季節のない部屋。今私はこうしてここにいると、死んでしまった男たちも生きてる人も、わずか何日前の出来事すら幻のようにも、そんな中で今夜はジャズピアニストの渋谷武さんの話をしようと。渋谷さんはこの何年の間、私が歌う時ずっと舞台で一緒しました。渋谷さんはもうひどく不思議な人で、映画の音楽を作曲したり、それから歌の作曲もしていたことがあって、それで会社を3台も持っていた。その上ラリーの永久ライセンスもあった。ところがそんな生活を一度に捨て去ってしまって、前をあちこちを徘徊する。私が初めて渋谷武さんに会ったのはちょうどそんな頃でしたね。私が渋谷武さんを初めて見たのは吉祥寺にあるライブハウスであった。私が店の中に入っていた時、すでに演奏の最中で、私の友人である女性ボーカリストが豊かな声量で歌っていた。私はピアノが鳴った時、おやと思った。それはこの店の聞き慣れたピアノの音色ではなかった。そのことに気づいた時から、私はこの男は一体何なんだろうか。サスポットに少しだけ照らし出されている顔つきは、客席の一番後ろからは曖昧にしか見えない。昔よく聴いていたブルーノート時代のモダンジャズ、ソロニアス・モンクの懐かしい響き、いや、それとも違う。私はうつむいたままで思いを馳せている。その時ピアノが鳴らなくなった。聞こえてくるのは歌とベースとドラムだけである。ずいぶんと長い間を過ぎてもピアノは鳴らなかった。すると歌っていた私の友人の歌手が大きな声で言った。渋谷ん、ウェイクアップ。私驚いて顔を上げた。渋谷さんはピアノに頭を乗せたままで動かなかった。渋谷さんは眠ったのである。友人の歌手はライトに顔の汗を光らせながら、渋谷ともう一度叫んだが、その声には苛立ちがある。それから友人の歌手は諦めたようにまた歌い始めた。何曲かが過ぎた時、渋谷さんはゆっくりと立ち上がると、ステージを横切って舞台脇にあるドアを開けると消えてしまう。それでもピアノの前に戻ってからは時々弾いたりしていた。私が渋谷武の名前を聞いたのはひどく昔だ。その話は伝説のように伝わっていたと思う。私は一緒に暮らしていたピアノを弾く男から聞いた。男の話からすると、どうやら渋谷武という途方もないジャズピアニストがいて、それが何の理由か仙台のキャバレーに逃げていって、実に当てにはならない。今度こそはと期待するとまたどっか行ってしまう。今夜初めて聞く渋谷武のピアノは、そんな話をどこか本当だと思わせる。私は客席の薄暗い片隅でゆらゆらと舞台を降りてくる渋谷武さんを見ていた。私の舞台に初めて渋谷武さんがやってきたのは、それからしばらく経った時である。新宿にあるリハーサルスタジオにはたくさんの演奏者が待ってた。約束の時間を2時間過ぎても渋谷さんは来なかった。
ドラマの角田博は言うね、渋谷さんもし来たとしてもシラフじゃないよ、俺かけてもいい。角田博の言った通りに3時間近く待つと睡眠薬と酒の両方浴びて渋谷さんが着いた。もう上機嫌に見える。ポロンとピアノを鳴らすとにっこりこっちを見てる。角田博は心配していた。他の演奏者は見ないふりをして私の様子を伺って、その時私は無性におかしさが込み上げていた。やってくるか来ないか、そんな思いをこちらに抱かせる演奏者は今時少なくなってしまった。私はもうこの演奏者が照れることなく私の舞台にすっとやってくる、そんな日がこの先あるのだろうか。角田博が大きな声で言った。さあ行くよ、いい、ワン、ツー、スリー、フォー。角田博のブラッシュが鋭く響く。ベースが鳴った。私が歌い始めると渋谷武のピアノが小さな音で聞こえてきた。夢心地のままで眠りにつこう、不安さえも特に私はいつも あなたの隣にいた。もうおやすみ、大きな暗い武さんと私が一緒に舞台をやるようになってからもう5年ぐらいになるんですけど、でも渋谷武さんのことっていうのはなかなかちょっとわからないところがあるんですね。それでいつか私と一緒にやっぱり渋谷さんと舞台に立ってる本田敏行さんと渋谷武さんの話をしたことがあるんです。敏行さん、渋谷武さんってどう思う？ あの方はすごいですね。どういうふうに？あの全然違いますね。本当にそんな言い方しかできないところあるね。うん、ちょっと違うものを見てるって感じしますね。ああ、それは面白いね。うん、違うものっていう、ものっていう言い方ってすごいおかしいんだけど、うん、要するにそういう人っているでしょ。いるね。うん、もう全然アプローチとかがもう全然違ってね、うん、この人同じものを見ててもね、うん、この人には違う風に映ってるんじゃないかとか。本田敏行さんと渋谷さんっていうのはどうなんだろう、あの演奏の面ではどう？僕はすごい触発されます。あのピアノのタイミングみたいなことに関してはあの必ず同じじゃないのね。それはあのジャズミュージシャンだったらいつでもそうなんでしょうけど、うん、こう針の穴を狙ってでもそこしかないんじゃないかというようなね、
入り方をするし、うん、それがこうだからこう普通じゃなくて意外性があるというか、ね、そうあの人の場合はねすごく意表をつくと思うな、やっぱり意表をつくね、うん、ハッとするもんやっぱり、そうね、だものすごい存在感があるしね、存在感ね、それとほら私と俊之さんがわーとかやってるでしょ、うん、それでポンとこうやめちゃうでしょピアノ、うんうん、やめるのは何だと思う、何なんだろう、何なの、主張なのかな、うん、あれはね私は少なくとも何か気に入らなくて次にその例えばこう今違うなっていうのがあるとするでしょ、うん、で違うな、でも普通だと違ってもほらやっぱりなんかお客さんいるし一生懸命こうなんかなんとかやるじゃない、うん、だから彼の場合違うなと思ったらそこでもポンってやめちゃってね、うん、それで次になんていうか実に新しい感じで入ってくる、あそれそれあるね、うん、やめる、やめてしまうということはすごく大胆 でその時にほら私とか俊之さんはわっとこう行くでしょ、うん、でみんながやめちゃってもいいんじゃないっていうね、そういうふうにそれならそれでいいじゃないっていうね、だから結構でやめるってことはでも弾くことと同じぐらい重要なことだもんね、恐ろしいことですよね、うん、で曲の途中で、うん、これいかんという感じでね、うん、やめるってのは実際勇気のいることだと思うんだけど、そうだね、うん、渋谷さんってのはどんなピアノでもねある種の音色がするんだけど、それはどうしてかしら、ある種の音色って独特の音色ってこと、そうね、だからちょっと聞くとね一番最初私渋谷さんに会った時小さな音だと思ったのね、うん、で小さな音だと思うから私の歌もちょっと弱くなるわけ、うん、あの人は弱くないのね、録音取ってみると、つまりすごくスピード感があるっていうのかな、うん、だから結局弱くない、うん、でピアニッシモでも弱くないっていうのはそれはやっぱりピアニッシモで弱くないっていうのはスピードがあるからだよ、あそうなの、うん、じゃあだ小さくしても勢いが落ちない、スリル、スリルがあるしね、スリルね、うん、流されないんだよね、渋谷さんがジャズピアニスト、クラシックからジャズになったでしょ、うん、その時にある種のこのアドリブスリリングなねところっていうのをやりたくてやったと思うんだけど、うん、ジャズピアニストっていうともうアドリブでもういつも常になんかこう一回一回変わってってなるでしょ、うん、暮れのコンサートのリハーサルの時に俊之さんが書いた曲でまた聞こえてくるワルツって、それはジャズの86に撮ろうと思ったら撮れるのね、うん、でもそれをミュージシャンの人たちにこれジャズになったら面白くないって言ったの覚えてる、覚えてる覚えてる、時々そういうドキッとするようなこと言うんですよあの人ね、うん、ジャズプレイヤー誰よりもジャズってことにあの人美意識ものすごく持ってるし、うん、あの人自身がもうジャズみたいな感じなんだけど、でもそういうふうにこれジャズになったら面白くないっていうの、うん、重いですね結構ね、重いねお言葉ですよあれは本当にお言葉ねいいね、今夜こんな風に渋谷武さんの話をしてるとふっと後ろになんか渋谷さんがすっと現れてくるようなそんな感じがするんですね、本当に不思議なピアニストって言うんでしょう。